日本には言論の自由がある。しかし、これは、ある政治的イデオロギーを持った人々だけの特権で、それ以外の人々の言論は弾圧される。日本の言論空間は、言うなれば、言論的特権階級に支配されているように思える。言論の自由を保障した憲法は、言論的特権階級にのみ、適用されて、それ以外の人々には適用されない。言論的特権階級とは、メディアという、日本最大の権力である。言論的特権階級で、日本を支配している巨大権力は、愚民である大衆を洗脳するために、思いのままに偏向報道をする。日本の敵は、特定の外国ではなく、日本国内の言論的特権階級である。言論的特権階級と、国内の反日勢力が日本を支配しようとしている。日本の言論空間では、新日本派と、言論的特権階級の戦いが、日々繰り返されている。現在はまだ、新日本派が劣勢ではあるが、決して諦めてはいけない。新日本派が、日本の主流になる日が必ず来る。